久げ沼海岸。久げ沼海岸は、神奈川県藤沢市の町名。現行行政町名は、久げ沼海岸1丁目から、久げ沼海岸7丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は251-0037、藤沢郵便局管区。かつては、久げ沼地区の相模湾に面する海岸部という意味の、地名であった。協議には、1964年。 昭和39年及び1965年、昭和40年に実施した住居表示により、小田急江ノ島線以南の地域を指す。日本のサーフィン、ビーチバレーをはじめ、多くのビーチスポーツの発祥の地と自称している。国道134号線沿いに位置し、東に江ノ島、西に富士山を望む海岸で、幅100から150メートルの広大な砂浜が、 続いている。久げ沼運動公園、湘南海岸公園、久げ沼海浜公園、片瀬西浜、久げ沼海水浴場がある。小田急江ノ島線久げ沼海岸駅が最寄りである。久げ沼海岸の地名は、新旧二段階がある。江戸時代までは、久げ沼の海岸部は完全な無人地帯だったので、地引き網の魚場だった浜辺を、岩しし場、やシと呼んでいた記録がある程度である。 1886年、明治19年に、久げ沼海岸海水浴場が開設された。これが、久げ沼海岸の地名が使われた、最初の例である。ほどなく、現在の久げ沼松が丘を中心に、久げ沼海岸別装置が開発され、分譲された。この分譲地は、久げ沼富士が谷の南部までを含む。北端は1902年、明治35年に開通する。 江ノ島電鉄久鍵沼駅付近までで、ここから浜辺までを久鍵沼海岸と呼ぶようになった。1929年昭和4年小田急江ノ島線が開通し、久鍵沼海岸駅が開業すると駅から徒歩圏内が久鍵沼海岸と認識されるようになった。1940年昭和15年藤沢市政が敷かれた頃、町内改制度が整備され、 久げぬま海岸駅東側を通る、通称、学園通り伊勢を、久げぬま西海岸、伊東を海岸通りの藤ヶ谷橋、現在は暗居可を境にて北側を、久げぬま東海岸、南側を、久げぬま南海岸と呼び、商店街の組合や、警防団組織も分かれていた。この段階までの久げぬま海岸とは、 本村に対する久鍵沼の深海地というような意味を持っていた。藤沢氏は、1964年、昭和39年8月1日に、久鍵沼海岸1の4丁目の、1965年、昭和40年10月1日に、久鍵沼海岸5の7丁目の住居表示を実施した。これにより、小田急江の島線を境界として、浜辺までを久鍵沼海岸と呼ぶことになった。 一から四丁目は、文字通り海岸部で、かつての釘沼海岸の南部にあたり、五から七丁目は、大場ミクリア以来の伝統を持つ地域にあたる。縄文海新により、浅い海底であったが、弥生時代以来北部から次第に陸化して形成された、海岸平野で、全体に砂地で水はけが良く、掃除的服の少ない平坦な地形であるが、内陸では、 北東南西方向の海岸では、西北西東南東方向の海岸砂丘列が見られる。この砂丘列の方向は、じわり、建築物の向き、道路網や鉄道の路線に大きく影響を与える。西に引き違側が流れ、この地区の境界線を成すが、自然蛇行を繰り返し、侵食しやすい砂地のため、氾濫の度に流路が変わってきた。堤防構築により、 流路が固定するのは昭和に入ってからである。しかし、引地川の場合、西から東に向かう沿岸流のため、川口の位置が東に移動し、その度に切り返されることが繰り返されてきた。6丁目の引地川沿岸部は、氾濫源の定地で、1960年代、昭和35年、昭和44年まで水田が見られ、地区内では最も都市化が遅れた場所である。ここには、 くげ沼運動公園が設置され、周辺は地区の広域避難場所に指定されている。いわば最も災害に遭いやすい場所が避難場所になっているのである。海岸は比較的遠浅な古城の砂浜で、古くから地引き網が行われてきた。かつては住湯近くの網元があったが、網元の所在地はいずれも内陸部であり、くげ沼海岸にはなかった。 現在は一頭だけが観光地引き網と、片瀬漁港から出漁するシラス網を営業し、釜揚げシラスや畳いわしに加工して販売している。海岸では白ギスの投げ釣りも見られたが、近年ではサーファーとの共存が困難であまり見られない。12月から4月にかけての夜間、引き地側の川口部と周辺海岸において、うなぎの稚魚であるシスウナギ。 通称そうめんこの採捕も行われている。最近、ダンウンイキサゴ、通称ながらみの人気が復活した。また、朝鮮浜ぐり漁も盛んである。浜には時折、赤ウミガメが産卵に上陸する。海水浴場の設置も1886年、明治19年と古く、戦後はサーフィンをはじめライフセービング、ビーチバレー、スポーツカイト、ビーチアルティメット、それらを複合させた。 ザビーチ選手権大会など、ビーチスポーツの発祥地となってきた。大きくは、太平洋岸気候区の特色を持つが、沿岸部にあるため、海洋性気候の影響がより顕著である。その特色である冬暖かく夏涼しい温和な気温変化は、秘書、悲観あるいは病気療養に公的で、明治半ばの鉄道開通以来、日本初の別荘分譲地としての、 クゲ沼海岸別装置開発を促した。海陸風や沿岸の影響も地域の農業や住民の生活に影響を与えてきた。今でもわずかに残る二十歳では麦わら、現在はサランネットも多いによる砂除けやマサキの砂防垣などを見ることができる。クゲ沼の住宅地には黒松の木が各所に生い茂る風景が見られ、 岸田流星や与サ野ア子ら多くの芸術家にも愛されてきた。しかし、その多くは別荘地開発の際に境界線として植林されたもので、それ以前には砂丘の稜線上に自生したものが砂防林として維持されてきたのみであった。せいぜい100年余りの伝統しかない。この地域は古来の民族習慣や公獣などの宗教行事は極めて少ない。この点で、 北西部の本村とはかなりの差がある。しかし、別荘地を顧客とする商店街の経営者や、別荘の維持管理を受け持つ、別荘版、植木職、建築関係の職人も多く住み、彼らは本村出身者がほとんどであったため、ある程度の陰沼古来の文化、どんど焼き、5月のたこ揚げなどの民族行事や、言語などの影響が見られた。関東大震災以後、 別荘地から定住住宅地として知られるようになり、太平洋戦争の頃には疎開先として人口が増大し、高度経済成長期からはベッドタウンとしての性格を強めた。この地域の住民には部からの移住者の割合が極めて高い。クンゲ沼海岸は愚か湘南随一の旅館だった。アズマヤは分子宿と異名を取るほど文人に愛される旅館として知られていた。 戦前、彼ら文化人の目は、普段は東京に向けられており、地域文化の交流に力を入れた例は少ないが、貸本や湘南文庫の解説、市民向け教養講座、久毛沼柿自由大学の開催、市民の文化学習サークル、なぎさクラブの指導など、戦後の混乱期に見せた活動には目を見張るものがある。1958年、昭和33年、 市内で2番目の久げ沼公民館が開設された。最初の藤沢公民館は移転した、市役所の跡を利用したものだが、久げ沼公民館は地元町内会が用地を準備し、市に提供したものである。このような例は他には少なく、小学校の教科書にも掲載された。現在でもこの公民館の利用頻度は、市内で最も高く、200を超すサークルが活動している。 地元在住の文化人が指導する者も,も多く、絵画の黒崎義介、彫刻の菅沼五郎、還元学の福永洋一郎、合唱の磯部はじめらがいた、いずれも個人。くげ沼海岸の飲食店などの中には、月一度程度の本格的な音楽ライブ演奏会が開かれる店が複数存在する。くげ沼海岸フェス装置が売り出された頃、一区画は一、長部。 三千坪だったが、さらに、それを細分して貸子別荘とする例も見られた。関東大震災復興期以降の住宅地下の時代は一個の敷地は三百坪程度が普通なり、貸し屋の敷地でも最低百坪が単位であった。かつては庭池を持つ家も多く、黒松に囲まれる邸宅が普通だったが、高度経済成長期以降は、相続税問題などから細分化して分譲する例が、 多く、三十坪程度などという例も少なくない。これにより、久げ沼海岸のシンボルでもあった黒松は急速に減少し、緑が失われている。現在は、久げ沼松が丘という住居表示となった小田急江ノ島線と境川とに囲まれた一帯の多くは、風地地区に指定されており、憲兵率、溶石率に制限があるため、中高層の建物は全く見られない。 神奈川の町並み百選に選ばれるほど、風情のある住宅地として知られている。別荘分譲地開発の時代の道路は、せいぜい人力車の走行しか考えられていなかったため、自動車のすれ違いが困難なものが多い。ことに大型車の走行は無理と言ってよい。したがって、旧別荘地には、信号機は全く見られず、歩道も湘南学園付近のみである。 踏切の幅も極めて狭く、普通車がすれ違えるものは下げるほどしかない。敷地の細分により袋工事が増えた。このため、災害時の危険度は、藤沢市内でも、最も劣悪な地域に指定されている。これに対し住居表示の陰沼海岸は、国道134号や、市道陰沼海岸線をはじめ、大型車のすれ違える道幅や歩道を持つ道が通り、 それに面して、中層の集合住宅や駐車場を持つ大型店舗などが立地していい。しかし、それから一歩外れると迷路のような細道となる。マリンロードと名付けられた、くげぬ海岸駅前商店街もモール化されたとはいえ、昼間は一方通行を余儀なくされている。最も住宅地下が遅れた4丁目、6丁目は鉄道の便は悪いが、 道路網はかなり計画的にきちんと作られている。くげ沼海岸商店街は、駅前のマリンロードが中心だった。小田急江ノ島線開通以前の1910年代、明治43年大正8年から出店は始まっており、それ以来続く老舗も見られる。現在、くげ沼海岸商店街振興組合に加盟する店舗数は200件を超え、藤沢市最大の組合である。 他の商店街に比べると、規模の割には、専門店らしい専門店、染め物店、写真スタジオなどが見られる子、古書店、古美術店、画廊などが複数あること、不動産や住宅のメンテナンスに関わる店、建築業、電気工事、配管業、ガラス店、塗装店、表具店などが多いこと、海水浴用品の店やサーフショップが目立つことなどが特色である。飲食店も、 個性を売り物にした店が増えている。一時期は、久げ沼銀座という通称で知られ、夕刻などは、肩が触れ合うほどの賑わいを見せた。かつては、御用劇や、出前配達が普通であったが、住宅地が、細分化された今日、手を引く店が多い。また、自家用車での買い物には向いていない。このようなことから、シャッター通りかは、久げ沼海岸商店街も、例外ではない。 久毛沼海岸商店街振興組合は、伝統的に結束力が強く、各種のイベントを企画したり、コンシエル需制度を導入するなど工夫を凝らしているが、停滞の歯止めはかかりにくい状態が続いている。これに対し、市道久毛沼海岸線や国道134号沿いには、駐車場が完備した大型店の進出が目立つ。これらの多くは、外部資本の支店であり、 久げ沼海岸商店街振興組合非加盟店も多く、地元との連携関係は薄い。久げ沼海岸の海水浴場開設は、鉄道開通の前年である1886年、明治19年であり、さらにその前年に開設された大磯町寺市が、先、鎌倉由比ヶ浜に次ぐ相模湾岸では3番目の海水浴場である。また、 日本初の大型別荘分譲地の開発も行われ、以来、日本を代表するビーチリゾートとして発展を続けてきた。1956年、昭和31年、久芸沼海岸海水浴場組合は、江ノ島、西浜海水浴場と統合し、江ノ島海水浴場共同組合が創立された。湘南海岸公園が完成した1960年代は、 年間来客数500万人前後を誇り、日本一の海水浴場と言われた。しかし、1970年代に入ると、来客数は減少傾向が続いた。2004年、来客数は300万人台に復帰し、再び、日本一の海水浴場と称されるようになった。久ゲ沼海岸駅の乗降客数は1日2万人余りで、 地域住民と湘南学園の児童生徒のほか、観光客もかなり含まれる。かつては夏の海水浴シーズンに集中していたが、近年はサーフィンなどのビーチスポーツの普及により、年間通して平均化してきた。しかし、観光客の多くは自家用車を利用しており、海岸部には駐車場が配備されている。現在、釘沼海岸で営業している。 サーフショップは、不沈が激しいが常に20件以上あり、全国最大の集中地区である。久げ沼海岸海水浴場開設以来、海岸部には旅館が並び、秘書客や療養者、分子の執筆活動などに利用されてきた。戦後もしばらくは、活放旅館の営業などが見られたが、現在の久げ沼海岸には、国道134号沿いにラブホテルが3件ほど、あるものの、 一般客の宿泊施設はない。ビーチリゾート、クゲヌマ海岸の特色として、ハワイ文化の影響が色濃く見られることが挙げられる。例えば、ハワイ料理店が2軒あり、他にハワイ風のカフェもある。ハワイ風のベーカリー、シテや、日本初というハワイ風、アイスクリーム製造販売店もある。アロハシャツなど、ハワイアングッズや、 ハワイアンジュエリーを販売する店も複数あり、ハワイアンキルトの講習と販売をする店もある。ロミロミのセラピーを施す施設も出展した。クンゲ沼海岸が日本における発祥地とされるロングボードサーフィンやボデボードももともとはハワイ生まれのスポーツであり、サーフショップの中にはハワイブランドの専門店もある。これらの店舗はいずれもハワイ語の野号を持つ。 久毛沼公民館を拠点にするフラのサークルは延べ19を数え、ハワイアン専門のライブハウスとウクレレ講習施設もあるといった具合である。住宅地の地下は2017年、平成29年1月1日の工事地下によれば、久毛沼海岸後の旧の14の地点で22万8千円マメートルとなっている。縄文海進によって浅い海底であった。 この地域が陸化されたのは、歴史時代に入ってからだと考えられる。北端部の区毛沼海岸六丁目で発見された八部、八平遺跡からは、鎌倉時代の生活用具などが出土していることから、すでに近世の堀川集落につながる集落や高地が形成されていたと思われるが、大部分は、戸上ヶ原と呼ばれる砂地の荒野であった。鎌倉時代初期、鴨の町名が、 裏近きと上ヶ原に小まとめて、片瀬の川の潮干予ぞ、町と呼んでいることから、海岸に近い道が形成されていたことが想像できる。江戸時代に入ってからも、不毛の砂原が広がっており、江戸幕府の直轄領となっていた。3キロメートルほど、北方の鍵沼村の農民が時折地引き網に訪れる程度であった。そこで、鍵沼海外海浜部の古い古庄を、岩師星は、 やしばという。1728年、教法13年、幕府列宝方の井上左太夫帝公が、教法の改革の一環として、湘南海岸一帯に、総州砲術朝練場、通称鉄宝城と呼ばれる幕府の砲術訓練場を設置する。現在の釘沼松が、丘あたりには、釘沼に行った見場の近くに水平射撃の訓練場があり、 南端の鍵沼海岸には、角田、近距離射撃だ小屋が置かれていた。18世紀後半、現在の鍵沼海岸三丁目五丁目あたりに、神殿が開かれ、数個の集落が形成された。これを名や、何やと呼ぶ。19世紀に入ると、大館、江川英流は、現在の鍵沼海岸六丁目から辻堂にかての、地蔵袋の鉄砲城内に神殿を開いた。 2018年、平成30年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。藤沢市立商用中学校は、久げ沼海岸を主な学区とするが、所在地は辻堂東海岸である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。